赤星せよよろしくお願いいたします、はい、頑張っていきましょう。今回は茨城豚そば特流堀町店というところに行ってまいりました。水戸まで水戸まで行ってまいりました、はい、茨城県水戸市内、ね、常磐線の赤塚駅というところから、まあ、歩いたらまあ45分になっちゃうということでね、車で行ってくださいというところでございますけども、ね、はい、これあの特急鶏そば龍介という有名店の系列店でして、同じプロデュース店には特急中華そば陽介さんなどの有名店もありまして、まあ、系列のお店としては3店舗目ですよという、はい、茨城北の有名店でございます。はい、で食券を見ていきますと、まあ、豚そば、から豚、豚そば、から豚、つけそば、混ぜそばがあり、豚、から、混ぜ、つけそばは9月から、はい、なるほどということでございますね。でですね、まずこれ、ニンニク増し増しは無料なんですよ。ね、まあ、ちょい増し、増し、増し増しとありますけども、うん、続いてこれ野菜ですけども、野菜はちょい増しまで無料。うん、で、増し増しの、800g だと60円ですよ。ということで、さらに油もちょい増しまで、まあ、無料ですね。1.5 倍。で、増し増しの、場合は50円で3倍だよということで。なるほどね。ございます。ね。で、今回はその、豚そば、野菜増し、油増しをもちろん選択して、ありがとうございます。マシマシ TV。そうです。というわけで、豚そばにんにくマシマシの野菜マシ油マシ50円。来ました。なんと、藤丸インスパイアということで。なるほどね。完全に、要所要所にね、ちょっと藤丸感出てますけども。うん、別皿油の提供も後ほどとなる。インスパイア。なるほど。そしてですね、なんとこちらの独立はフランチャイズ店で、うん、本店はまだオープンしてないんですよ。おっと？そうなんです。まず支店から8月23日に本店できるらしいんで、あ、なぜ前後してしまったのかは、こちらの店長さんも分かりませんということでした。なるほどね。ということでめちゃめちゃしっとりした野菜からいきましょう。このクタ野菜はまあ藤丸ポイント高いですわな。藤丸ポイント、ね、藤丸ポイント入ってますね。さらに豚ね、このまあほぐし豚もうはっきり言ってボサボサ豚ですよね。ただ染み込み、まあ、返しの染み込み度は凄まじいということで、うん、なんかこの辺りもあの藤丸の荒々しい豚をちょっと表現されている、なるほど、なんかちょっといい感じの豚なんですよね、はいはい、で本当にしょっぱめなんでね、このクタ野菜とこう交互に食べていくといいよという、そうですね、食感的にも、そうそうそう、なんかとんかつとまあキャベツをこう一緒に食うような、ね、そう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 、で、あんまり標高高くないんすけど、あの、クタでギュッとなってるんでね、うん、あの、あ、これ見て少ないなと思った人気をつけてください。なるほど。めっちゃ入ってますんで。そして、スープなんですけども、うん、こちらは意外と非乳化の、まあ、藤丸に比べるとですね、ライトなんですよ、うん。ね。で、個人的には思ったんですけど、うん、一緒に行った友達はですね、うん、ウルトラしょっぱかったということで、うん、もしかしたら僕の舌が、もう終わってますね。はい、あれ？もう内臓やられてるんで。マジか。正直もう内臓やられちゃってるんで。内臓から？はい、マジか。もう未来も失ってるんで。いや未来も。未来も、まあまあまあ、未来も未来もね。いいえ、あ、はい、そういうことですか。はい、それほどでも僕はね、味には美味しいよということで。味には美味しい。もう言葉も失ってんじゃん。別に言葉も失ったよ。あの失ってるもう麺に入ってきましたけども、はいはいはい、これはね藤丸あのよりの。ごわごわ麺、ちぢれ麺、そして平打ち麺でございましたが、うん、どちらかというと柔らかめの、まあ、麺だったかなという、ね、意外とね、そう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 、こちらも結構固め、あ、まあ結構硬い時もあるし柔らかい時もあるんだけ ど、うん、でまあこの別皿油いきましたね。油増しを購入した場合ですね、丼の中には一切入っていないんで、うん、これをかけた瞬間からですね、どん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 味が濃くなっていくんですね。色がすごいですね、色ね、これね、ちょっとあの味見してみたけど、うん、見てください、もう油盛りということでなんか落ちてきましたけどね、ルーローハンじゃないか、ルーローハンだ、うん、ね、中華料理のあんかけのうまいやつね、超楽、超楽、あ、確かに、はい、まああの全く違うラーメンになりますなんて言ってますけども、はい、味付け油のね、このまず塩気が全体にこう広がっていくのと同時にね、まあ、うん、油っこさもうわー広がっていくんで、うん、油をコールしないとねちょっと本気が見れないかなと、あ、なるほどね、だからそこだけは少しでもいいんで増していただきたいというのが本音でございます、うん、ね、でも本当に濃いんでまた野菜と中和しながら攻略していきますけど、だからこそちょっとしょっぱさだったりするとね、あー、まあそうね、どこにか最初から入ってたとか、まあ返しはかけるんだけどさらに、うん、これこれとか言ってるけど、うん、僕にとってはこれぐらいがいいかな、なるほど、うん、
醤油感強めとか書いてるから醤油だったかもしれない。いやいや、もうそれも分かんないもんな。いやいや、それちょっとね、なんか舌がバカみたいに、感じますけども、でもそう感じてるよって言ってコメントしてくれる人もいたから。まあ、中華そば陽介さんとは全く異なる方針なので、そちらもチェックしてみてください。はい、さあ、そして卵、ハーフサイズが入っているというのは、あの藤丸の前にあった、うん、マルジという店舗の方針にちょっと似てますね。で、ここでいつものお酢ですね。お酢をもうダイレクトに取りたいんで、あの、あんまり広げずにね、一番強いところを行くんで、もうこれ最後はお酢だけを取りたいんですね。いやー、むせるぜ。いや、もうあの喉も鍛えてるんで大丈夫です。そんなこと言った間にごちそうさまでしたということでね、いきますか。さ、ステータスちょっと見てください、こちらです。もう油量98にしました。もうマシマシ部91、最近としてはかなり高いということでございますね。おっと、さて、というわけでね、茨城遠征に行ったんで、いろんなところ私今回行ったんでね、まずはこちらはですね、袋田の滝という景勝地ございます。すっげえ子供の時に行って、多分20年以上ぶりぐらいに来ましたって言うと、今38でしたっけ。あ、32ですよ。そんな行ってないです僕。はい、そして龍神大吊橋、これね、あの Google の CM にも使われた橋で、そう結構有名なバンジージャンプができる橋なんです。したんすか。一回やると1万6000円ということでね、僕はちょっとやめておきましたけど、聞いたんだけどやれよ。というわけでね、皆さんもダムもそうそう、あってすごいいい夏でしたという、一日でございましたが、ちょいモザイクということでね、皆さんもあの水戸、茨城行った際にはぜひとも足を運んでみてね。こちら、thank you.